三谷温泉は、愛知県蒲氷市三谷町にある温泉である。三谷海岸で行われる三谷祭三川湾の湾号に、置市、高楽観楽温泉としても発達した。三川湾国定公園の指定地内にあり、景観には優れる。蒲氷市には他にも片野原、西の浦、蒲氷があり、これらを総称し、蒲氷温泉郷と言われる。 その中で最も長い歴史を持つ愛知県下有数のこ島である。三谷温泉、三谷海岸沿いに9軒の旅館、ホテルが林立し、旅館街を形成する。交通アクセスの良さ、同じ愛知県の名古屋や豊橋などの都市圏に近い、ことから戦後に、観楽温泉として、急発展した。しかしバブル崩壊ともに、 団体旅行が減少し、大型ホテル、旅館の廃業が相次ぎ、温泉街の規模は縮小し、それに倣って、観楽街も衰退した。現在は、数軒のホテル、旅館が、国道沿いに軒を構え、年間約60万人の宿泊客が訪れる。近くにヨットハーバー、マリーナ、海水浴場があり、2002年に、愛知県下有数のレジャースポットであるラグーナ。 ガマのオープンに伴い、その近接性を活かし南紀白浜温泉などのように、マリンリゾート、レジャー拠点としての活性化を見出している。また、西の浦温泉とともに、外国人インバウンドツアーの取り込みに注力している。温泉街の背後には、九宝山と呼ばれる山が差し迫っており、頂上からは、三河湾の打倒海風景など景観に優れる。山頂には、 名の由来となった、工房大地像と金剛寺があり、散策コースが設けられている。温泉を引導している、各宿泊施設が実施しているトライアスロンをもじった、トライオユーロンという温泉巡りは1993年から始まった試みであり、ユニークでインパクトのある名前から、観光客にも評価を得ているものである。専用は、 他の愛知県内の海岸沿いの温泉と同じく摂氏25度から摂氏30度が主である。平家湯伝説によれば、行記による発見と伝えられ、1200年の歴史を誇る県内有数のことである。以後は、金号の当事場として活用されたが、国道23号の整備によって大幅に交通アクセスが向上し、戦後急速に中京圏や、 東三河の奥座敷として発達を遂げ、大規模なホテル街や観楽街が形成され、最盛期には30軒以上のホテルや旅館が一体を占め、大いに賑わいを見せた。住所、鎌郡市三谷町飛び欠1980年に廃業。その後、日垣ホテルに買収され、繁忙期のみ使用していたが1990年頃から使用されず、 廃墟となっている。住所、ガマゴ三リシ3谷町飛び欠1998年6月、負債30億円で倒産。その後廃墟となっていたが、2005年頃に、本館を除き17階建てのホテル棟や、宴会場などの建物は取り壊された。本館は、その後、宗教法人の研修所、デイサービス施設、格安宿泊施設として使われた。 これも2014年頃に取り壊されており現存していない。住所、鎌郡市三谷町南山一の962007年頃廃業。その後中国人経営者の手によりインバウンド専用旅館となっていたが、2020年に廃業。ありがとうございます。